ね、一人一枚はやっぱりなんか普通の主食になってしまうもあれやけど、みんなで分けるんだったらね、で他にも何か料理食べるから。ダメだなって言うか、生地は焼きそばって言うんだろう。すごい、なんとでもこの見たかった焼きそばと大成功でしたね。藤井くんのあの敵屋感が最高でしたけどね。そうですよ、ばあさんこの前、ね、藤井くんが焼きそばを、焼きそばあの鉄板やったんですけど、あの敵屋感がすごくて藤井くんがやると確かに。なんかサバになってそうだよ、ね。すごい。あれでハチマキ巻いたらもう完全にそうだよ。おいしい今聞こえたらおいしいって言ったの。あ、いたんですか。クールが密かに。お疲れ様です。お疲れ様。もんじゃとかやれよかった。めんどくさいね。いやもう鉄板は何でもできちゃうからいいな。何でもできますね。すごいですよね。チャーハンいいですね。確かに。キャンプでお好み焼き。これは先に伸ばしとかないとダメなんだよ。雨の中。雨の中。雨来た。雨が降ってきました。いい感じ。高い。はい、らちゃん。イエーイ。OK。
るたるで。あら。危ないですよね。危ないですね。もうちょっと張らないと。ね。うん、そうですね。キャンプでお風呂。最高。どうですか。いや最高です。最高だよね。キャンプでお風呂なんて露天風呂。はい、はいはい、頑張る。川？川行くの？川行くの？人には言うでよ。自分では言う、行かへんから人には言うで。人には必ず。そうそう。